さあ、ワンピーは座るのが、ケントさんの回、ツビーが座るのが、アオさんのソロですね。開幕、佐々木ネース刺していく、ケント回。ダッシュタッチゲット取って、ボルカでとりあえず落とす。ジャンハイ重ねから、ピクピク動いて、テーダが刺さる。グランドから、ここはキンバス、あ、アオバスを。おい、あ、奥、はいはい。さあ、タッチアヒット確認から、グランド繋いで、ジャンディ、サイクリから、手で拾い直してサイクリ、そしてもう一回サイクリで殺しきる。まずは一本、青セーソル。開幕は足払い、これは当たらないが、ジャンピーから、マイピーで暴れ通し。こちらはマイピー刺さって、タッチ系ダイク。リボルバーまで繋いで、ボルカで落とす。ミエス、スカシから、足払いがガード。タッチ系、シャガハイから、テーザー、ジャンピーが刺さって、タッチ系とペーパーが打ち。ボルカニックペーパー。ボルカで、ゴールに、こじ上げていく。これはダウンオイチで死んでしまうでしょう。さあ、先鋒戦勝ったのは、青ソル。じゃあワンディーが座ってるのは、僕らの16ビット戦争ファーストスピガサのは変わらず青セーソル、あ、青セーソル、青ソル、青が出なくてタッチケース差し返される。シャワー系で触ってボルカで落とせ。バックスにタッチケースが刺さってしまう。これは安定コンボ。ガーフレからこちらデッドアングル切り返して、タッチケード追い返す。ジャンハイ刺さってしまうがまだ生きている。裏回りジャンハイしっかりガード、どうすられる。ジャンハイカウント、何か刺さったわけ死んでしまうが、ジャンハイ刺さって日本選手は青セル。ラウンド2開幕、ジャンハイカウント、シャガハイタッチピーまで繋いで、さあエリアでできている。これはおっと、つながった。ベレベが刺さってから、まあはい、これはさすがにラーフ持続がさないから攻めていきたいが距離を取られてしまう。刺さって、さあチビキャラのいる方へ逃げていく。タッチピー、金エスまで。一本取り返す。大阪ファーストですね。さあ、ドリルはしばらく。さあ、しかしこれは、チビが邪魔で、コンボできない。ダウン1から、ガンフレ出して、タッチキーで追い返す。ジャンビーは、レールが頑張ってくれた。とりあえずダウン取って、シャワー系重ねるから、もう一回、桃投げ。これは毒当たって、相打ちだが美味しい。エイエスから、タッチハイまで繋いで、バースを使わざるを得ない。シャガピー、足払いで物を投げて。さあ、これはそれだな。ダッシャーシャーで突っ込む。おっとマイピーが当たって、エリアルができれば死んでしまうでしょう。ジャンハイまで。
さあ出てくるチャップさんのチップですね。伝えまくマイハイかな。とりあえず迷彩をつけて裏中段きっちりガード、足払いから寿司で拾えないがポーチョンムキンが出てきてシャーガピーからダッシュメッタ、マイハイはさすがにガード、おーっとハンマーが打ち当たりから、さあ首は立ち身を落としていく、足払いはガードスターが暴れてしまう、アルファから、これはさあガンマが出なかったか、あー出られてしまう、あー届かない、マイハイガード、さあ危ないよ、シャーガー系から足払いで物を投げて AS が刺さる、うん、さあ開幕マキが当たって、さあゲートさんがチップだ、ジャンディアルファで締めてダスト当たってしまう、ジャンディでこれ落とせないが空上げ、空中アルファ赤からコンバミスってしまうがダメージが取れている、ここは確定でバースト、レッドアングルで切り返して足払いは重ならない、あっとマイハイの隙に足払いが刺さらない、ダーシ投げガンマからダメージで殺し切った、一本取り返すチャープチップ、最終ラウンド、さあサクギャンで降りてきて、マイハイ当たる、5割振ってんで、君へ姿根はデータで割られる、寿司からジャンピーで拾う、うまいマイピーから立ち合いまで、さあ優勝逆中ガード、もう一回マイハイ、さすがにガードエースを誘って、おっとうまく2系対空からエリアを決めていく、エイニスハンマーが連続ヒット、体力的に厳しくなってきたが、お互いあとワンチャンス、これで金バスはドリルで暴れ寿司、勝ったのは大阪ファースト、さあ対戦戦ですね、じゃあ次枠、おっと枠消えてる、次枠いくわ、おい、じゃあ次枠行くんで、ちょっと適当に、あ、やってていいっすか、あ、じゃあ適当にやってていいらしいっす、試合を進めちゃって大丈夫です、刺さってるのは川上大阪発送、通常刺さってるのはアインカイですかね、タイグリードを奪っているのは大阪発送だがあまり変わらない、タガピーはおっとデッタングで切り返してからのチャージさんが当たってしまって投げられて立ち合いからグリード、これはどうなんだ、さあレイズから起きれねえ、ラウンド2開幕ターンスピー手で突っ込んでいくが冷静に、さあバックストアは相当に勝っていく、シャワハイマイピーから物投げ
爆弾は近めでガードして相手にダメージを与えていく。レレレは届かず、マギ当たってしまうが、これはバスを前歩きでかわして、レレレが当たって落ち、さあレレレがものすごい数なんか出てきて、きっちり直出してバックス、さあシャガピーからめくり、ところは投げられて、さあ手だからレベルを刺して、さあこれ暴れが早くて勝ったのはインカイ。さあ対象対象戦、T ガラシの T ガラシだって声割れてます、すいません。さあ、ワンピが座ってるのが T ガラシの、エリツビが座ってるのが大将委員会。生きることを見せつけるな。開幕、お互い距離を取ってグリードは冷静にガード。さあスタンはバックスでかわす、まるでどうさあタッチピーからキッチつないでエリアルまでは持っていく、すかし下段から大きなねチャージ重ねて下段が通ってシャガハイまで、まずは一本アインカイ。ダメツー、パーツハイからキッチヒット確認している、ダブルバッテチャージ、マイビーからタッチハイ、マイハイかな、さあシャガイスで分身消してシャガー系からスタース入れ込んでしまっていたが、これは問題なし、円安さっさってキッチリクータイク落としていく、ジャンハイスカシゲダンだがこれは冷静にガード、エースカウンターが空いてた打ち、マイケルガード、これはベーパーが暴れる、チャージ重ねからスタンを打って近づいて投げる、青が出て勝ったのはアインカイ。